はい、right. welcome to christmas room。thank you so much。今日はですね。このビデオでちょっと q&a びクリスコーナーやりたいと思います。で、質問をいただきました。アックリスで。こんにちは。いつも勇気が出てためになるビデオをありがとうございます。いや、こちらこそ見てくれてありがとう。ありがとうございます。私はクリスさんと同世代ですが、今まさに人生の岐路に立たされています。 今就職活動中でまた都内条件の仕事に出会ったのですが一方で老後までやっていけるようなライフワークネタは決まっているを始めるべきか悩んでいます。経済的にも自立したい思いもありでも夢も捨てたくない。 クリスさんなら、やっぱり収入や条件を遠慮するより、自分のやりたいことを選べとアドバイスされますかですが、誰かに経済的に頼って生きるのは、私には合わない気がして、やっぱり手っ取り早いという言い方はなんですが、のはサラリーマンなのかなとも。You can buy freedom with money! といった方もいます。どうするべきでしょうか実はですね、この仕事って、 自分のビジョンを見つけてくると何回も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 頭に入ってくる質問だと思うんです経済的な不安っていうのは結構大きいですでね今日ね2つのことについてお話ししてお答えしたいと思っておりますで本当にねこれはめちゃくちゃショートカットですもしこれ俺さ25歳の時に知ってたらって感じなんだよね で、このショートカットをやって、僕も実際にやって、で、僕のセミナーに来てる人たちも実際にやってくれて、すごい、もう超いい効果を出しています。で、まずね、2つのトピック、話すんだけど、1つは、お金がどうやって生まれるのかっていうことを理解すること。それについてちょっと話しますね。で、2つ目が、ちょっと少しずつやっていくっていうトピックなんだけど、ちょっと最初の、お金は実際どうやって生まれてるのかっていうことを、 説明させてください。で、なぜかというと、お金がどうやって生まれるのかっていうのが分かると、経済的な不安がなくなるんだよね。うん。で、このお金がどうやって生まれるのかっていうのは、なぜか分かんないんだけど、ビジネススクールでも教えてないわけよ。俺も実際に大学行ってビジネス受けたんだけど、教えてなかったんだよ。ええー、って感じなのね。で、お金っていうのは、誰かを幸せにする、または、 痛みをなくすときにお金が生まれるんです。そのときに人様、人はお金を払うんです。ね。幸せになれるよって言うとお金が入ってくる。あなたの不安、あなたの痛いのがなくなるよって言ったらお金を払ってもその痛みをなくすからお金が動く。それだけしかないんだよはい、もう一回言およ。それだけしかないんだよお金は幸せか痛みがなくなる。それしかないの。 What? You're crazy, man. I'm not crazy. Check this out. Okay? お金が動く場所は、よく考えると、二つしかないよね。仕事中にお金が動くよね。企業と企業の b to b それはわかるよね。で、もう一つ動く場所は、プライベートなんですよ。だから、お金をどのぐらいあなたが使おうとしても、仕事中に使うか、プライベートに、 使うかってしかないでしょケー。Okay? じゃあちょっと簡単なプライベートで使うときに話そうよ。人は幸せになることにお金を使うんですよ。よく考えて、女性。女性が40歳で、ちょっとリンクリーね。老けてきて、なんか線が来た。で、そこに広告があって、このクリーム使うとそれがなくなるんですよ。ってなると、その女性はそれを見て買いたくなるわけよ。 で、うまいマーケティングだったら、これがないとあなたの悩みは永遠に続けよって言って、で、OK。それちょっとマーケティングの話だ。ごめんなさい。戻ります。ケ、okay、ー例えば、ファッションでもいいよ。ね。ファッションバッグ、女性。この間銀座に行ったらさ、350万のヘルメスのバッグが中古で売ってるんだよ。中古で350万のバッグだよ。Woo!Crazy, right? It's not crazy. なんでっていうと、その女性は悩みがあるんですよ。それか、まあ、 うん、そのバッグをトルコ買うことによって自分が幸せになるって思ってるのね。それで相当なお金を払っても買うんですよ。Alright. で、旅行もそうでしょ旅行に行こうって言ったらそれはプライベートの時になんで旅行に行きたいの旅行に行ったら幸せになるから。旅行でなんかどっかの名物を食べに行くよね。それにお金出すよね。なんでその名物を食べると幸せになれるから。 それだけなんだよね。本当にもう家、住む場所もそうだし、洋服もそうだし、パソコンもそうだし、ね。で、もうトイレットペーパー、水、ガスとかもそうなんだよ。そんな水流れてると超幸せじゃん。逆に水がないと痛いじゃん。ガスがないと痛いじゃん。トイレットペーパーがないと痛いじゃん。別にトイレットペーパーなしでもそこら辺の公園行ってさ、歯でも拾ってきたらさ、一応できるんだよ。でもそれはないでしょ。はい で本当にこれを理解してもらいたいのは人は幸せになるためにお金を使うまたは痛いものをなくすためにお金を使う例えばお薬とかもそうだよねこのお薬を飲むと痛いのがなくなりますよって「いくらですか?」って言ってお金が動くそれ以外でお金が動くっていうのはないんですよ。でよく考えると企業もそうなの。 例えば、寿司屋さんがあって、寿司屋さんで冷蔵庫が壊れちゃった。冷蔵庫買うよね。業務用で B2B でしょ。でも、なんで冷蔵庫買うのいや、クリス、それは当たり前だよ。そうしないとビジネスが成り立たないから。なんでビジネスやってんのなんで寿司屋さんやってんのそれお金儲けするためでしょだよね。それであなた、寿司屋さん経営してたら家賃が払える。 どうやってもっと寿司屋を良くするか。どうやったらもっとお金が入ってくるのか。もう一個の店舗作るとか。そうするともっとお金が入るよね。そしたらジープとかかっこいい車も買えるし、家も広くなるし、子供をいい大学に送れることも、そういうのもできるようになるよね。だから仕事で冷蔵庫壊れたら買わないといけないんだよ。なんでっていうとそうすると困るんだよ。お金が入ってこなくなるんだよ。幸せにならなくなっちゃうんだよ。痛いんだよ。じゃあなんでみんなアルバイトすんの なんで寿司屋で働くので寿司屋で働くと給料がもらえるわけよじゃあ何で転職してもっと収入がいいところに動くのそうすると自分にお金が入ってくるからなんだよでなんでお金欲しいのって言ったらそのもっといい広い広い場所を借りたりとかねいい洋服を買ったりとかデートに人に連れてったりとか映画を見に行ったりとか楽しいことができるようになるから何でって言ったら幸せになりたいからなんだよで痛い,いところから逃げたいんだよすっごい極端のシンプルな話なんですでこののお話は僕の ビジョンプログラムで結構長い時間をかけて説明しています。だから、このポイントはね、自分が人を幸せにできる、または人の痛みを取ることができるってなったら、お金が入ってくるの。で、それが得意になれば、 もっとお金が入ってくるの。わかるかな、ね、それだけなんだよ。だからあなたが何か得意でやってて楽しくてで誰かとそれに一緒にやるとか誰かにそれにやらせたらその人が幸せになるってなったらお金は生まれてくるんだよ。それだけなの。この日本の世界どこ行ってもそれしかやってないの業界は。それしかないの。ね。もちろん暴力使ってお金をよこせっていうのも実はそれなんだよ。なんでって言ったらね。 暴力の人が「おい、ね、銃出してお金よこせ!」って言ったらお金あげるでしょなんでって言ったら殺されるの痛いんだよ怖いんだよでその人はそうやってお金稼いでるんだよそうやってお金が動くんだよ本当にに、ね。で注意することは、ね、自分が人を幸せにできるっていうことを得意になっていってもある程度のビジネスのふりかけはつけないといけないの。 ね、例えばあなたがどんなに人を幸せにできてもねお金を受け取らないっていう場合だったらお金はどうしても入ってこないんだよここにお金入れてください口座に振り込んでくださいクレジットカードでこうやって払ってくださいってそれがないとお金はどうしても入ってこないんだよ、ね、どんなにあな,たしあなたが素晴らしいサービス商品を持ってても、ね、自分の部屋でずっと待ってていやなんで人来ないんだなって言ったら人来ないんだよ広告っていうマーケティングっていうのは必ずやらないといけないんだよね だから自分が好きで得意で誰かを幸せにできるっていうことにビジネスのふりかけをかけるとお金は入ってくるの。そういう仕組みに地球はそうなってるわけよ。だからこれあんまりビジネススクールで教えてくれないでしょで、日本とかでさ、あなたはいい塾行け。で、塾で頑張っていい学校入れ。で、いい中学入っていい高校入っていい大学入れ。そしたらいい企業に入れるから。 あ、そうなんだ。企業に入ったらお金が生まれるんじゃ。違うんだよ。企業は誰かのニーズ、誰かが痛いところを治そうとしてるのよ。そこで一生懸命頑張ってるんだよ。ね。それをもっと安く商品を販売したり。なんでそうするとお客さんが喜ぶから、お客さんが楽になるから。それしか企業もやってないんだよ。じゃあ、どうすればいいっていうと、あなたは自分の得意なことでもっと上手くなればいいんだ。 もっともっと上手になればいいんだよ。人を幸せにするっていうこと。人の痛みをなくすっていうこと。自分のものづくりで誰かが幸せになる。自分のサービスで誰かが幸せになるっていうことを上手になれば、上手になる分、もっと収入が入ってくるんだよ。例えばコピーライターがいるとするよね。ね。1年目のコピーライターと50年目のコピーライター。どっちの方が1時間の収入が多いと思うね。 50年やってるコピーライターの方が収入が多いんだよ。なんでっていうと経験。うまいんだよ、50年やってると。で、1万時間何かを続けると、ね、マルコム・グラッドウィルっていう人の本で別のビデオで説明したんだけど、1万時間の法則っていうのが世の中にあるみたいで、1万時間なんか同じことを繰り返してやってると、一流のプロになるの。 1>, 1万時間やってると最低どの業界でもトップ20%には入れるっていう感じなのでトップ20%のどの業界に入っても結構いい生活はできるんだよで賢くビジネスとかも回すことができたら収入も結構大きく入ってくるんだよトップ20%に入ることでで1万時間っていうのは平日4時間なんですよ 平日4時間を10年間年繰り返すもちろん冬休み夏休みとか取っていいですよ春休みも取っていいですよ、ね。平日4時間何かのスキルを身につけてお客さんを上手にさせる自分が得意っていうことを4時間1日やってると10年間やってたらあなたはその業界のトップ20%に入れるんです。でいろんな別のその結果をもっと上げるとか。 ピークパフォーマンスとかを勉強してると10年多分かかんないと思うよ。で、トップ20じゃなくて10%とか5%に入れると思う。と私は思います。Alright? So, money comes from making people happy.Yay! Okay? So that's very important.So the next part ね、yeah?、次のパートはどうやって ね、今オッケー、サラリーマンになるか、全部それ捨ててビジョンで独立して何かうまくやるかっていう、そういう極端な、ね、道は見えると。実は真ん中の道があるんです。で、この真ん中の道は、ちょっと待って。じゃん、実はね、俺も教えてたんだけど、なんかね、別の人がね、本にも書いてて、あ、これじゃんって言って。This book is called The Crossroads of Should and Must.Find and Follow Your Passion. どう自分のパッションを見つけてそれをフォローしようっていう本なんだよねでエラ・ルーナっていう人が書いたんだけど彼女が言ってるのはみんな、ね、やらないといけないことをや,、ね、やってるわけよ、ね、会社に行かないといけないみんながやってるからやらないといけない、ね、遅刻しちゃだめ言われたからやらないといけないそういうシュッとがあるんだけど自分の心の中が本当にやりたいことは自分のマストなんだよね。 でやらないといけないことと自分の心の中がやりたいっていうことはちょっと違うよっていう本でじゃ具体的にどういうふうにそれを取り入れて生きていくかっていうとけごめんページが出てこないで俺が出てこないんで僕が説明します <All> r i g h t こうやるんですよ。ね。まずスタートする時はみんな下手なのね。 例えば、コピーライターになりたい人を例にしましょう。ね、この人は、ね、普通の、例えばこの人は大学卒業してコピーライターになりたいと。でこの人は普通の大学生と比べるとうまいかもしれないんだよ、ね。高校時代の時にコピーライター賞とか取ってるかもしれないのね。でも、業界の中はまだ下手くそなんだよ。ね、業界の20%には入ってない状態なんだよ。ね、じゃあどうする もうサラリーマンになって夢諦めるそれがもう独立しちゃってねコピーライターとして勝負やってみるもしその人が独立してコピーライターやるぜってなったら多分失敗すると思いますでクリスのおすすめこの本にも書いてあってびっくりしたんだけどクリスのおすすめはまずねまずこれ第一を 自分のビジョンを明確にした後の第一のステップは他に自分のビジョンと似ているようなビジョンで成功している人は誰かっていうのを見つけるの。で、できればその人に話しに行くの。で、どうやったんですかって。注意するべきなポイントはどうすればいいですかどうやれば私もそういうふうなレベルになれるんですかって。で、世界中にいるからそういう人が。ね、本とかも出してるんだよ。オーディオブックとかもあるんだよ。セミナーやってる人もいるんだよ。 でリサーチするのねどういう方向性だったらいいのかってで今度やることは1日4時間コピーライティングができる職場を探すの、okay? もうその1万時間の方に動いちゃうのだから今は完璧な理,性理想な独立してて最高みたいなところにはいけないかもしれないけどね どっかに探して、一日4時間はコピーライティングできる職場を探してそこに入るんだよ。ね。だから、もしそういう場所がわからない、どこにあるのかわからないって言ったら探さないといけないの。ね。探す時間も必要なの。で、今の仕事はやめなくてもいいの。今の仕事をやりながら収入、キャッシュフローを取りながら、ね。 こういう仕事を探しに行くの。で、もし、でね、もし、そういう職場があるんだけど、雇ってくれないっていう場合は、自分の朝の時間、夜の時間、または週末を使って、コピーライティングなどを書くのよ。そのやりたいことを実際にやるの。で、世界に出すの。 下手くそでもいいの例えばブログを始めて自分のコピーライティングを書きまくるとかもう下手くそでもいいから出すので普通の人は出せないのこれはまた別のビデオで多分ビジョンプログラムの中でカバーしてるよねうんカバーしてるうんうんうん出せないんだよ普通の人は自分でやろうやろうと思ってもその 1, 1冊目も出せないんだよ1ページも出せないそれちょっと置いとくけど出さないといけないので 朝と夜の時間を使うっていうのは習慣にするの。でゴールは一冊を出すんじゃなくてゴールをプロセスにするの。例えば本当に時間なかったら朝30分だけは書くとか朝30分でそれがうまくなったら今度プラス夜15分書くとかでそうすると1日45分は書けるようにするで今度プラスじゃ2時間土曜日に入れるとかそういう形で習慣にしていくと実際に自分のスキルを練習する。 場所がでできるので外に出すとフィードバックをもらえるのでフィードバックで自分の反省点とか改善点が見えてきてもっとうまくなるの。で今度その職場に行って雇ってくださいっていう時「お前ちょっと見せてよ本当にできるの?」って言った時に「こういうの書いてます」って言って見せることができるの。でそうするとあ「お前ある程度できるなまだ下手くそだけどいいよじゃあ雇ってやるよ」って言って「ありがとうございます」ってそういう職場に入ることが実際にできるんです。で1日4時間だから そのね他の時間は何かあんまり好きじゃないことをやってるかもしれないんだけどそれはそれで OK なの。で徐々徐々一日4時間やってるとそれが1年2年とか続いていくと自分がもっと上手くなるのねで3年とかやるともっと上手くなるのでそうするとその4時間が5時間6時間とかに増えるわけよなぜかっていうとあなたがもっとできるからあなたが作ったものの価値が上がるからそれで誰かが幸せになってそこに価値が上がるから でそうするとその職場に残るっていうこともできるし今度実,実歴もあるスキルもあるから転職もできるでひょっとしたら転職をして今度4時間だったんだけど今度1日8時間とかそのコピーライティングができる仕事職場に帰ることもできるかもしれないでそのうちもっともっとスキルがついてきて今度独立とか結構いい収入とかでひょっとしたらちょっとビジネスのふりかけも勉強した方がいいかもしれないんだけどねっ そういういことがでできるんすごいショートカットだと思うので実際にクリスもそれやってて、ね、やってるしやったしで僕のセミナーに来てくれた人たもやっててすごい変化を表しているだからそのサラリーマンだけで自分の夢を諦める またはサラリーマンとか収入とか全く考えないでうわーってもうねアタックしてこれで絶対うまくいくっていう考えじゃなくてその真ん中のウェイってミドルウェイっていうのがあるんだよねお釈迦様がよく言ってたよねミドルウェイを選びなさいって、うん、そういうことなんですよ All、right、だから急に自分のビジョンをやろうとしてできる人もいるよできる人もいるよでも かなり現実的な動きを取るのがいいと思うんです。Alright, so hopefully that answers your question.I、yeah, hope そのこのビデオであの質問をお答えできたら嬉しいなと思っています。Alright, so if you have any questions, かコメント、質問とかがあったらぜひ教えてください。あの本当にありがとうございます。でなんかあの質問とか、ね、コメントがあったらできればあの僕の公式 LINE アットクリスに送っていただければあのできるだけ僕も本当に、ね、役に立ちたいので教えていただければ幸いです alright, thank you so much for checking out the video and I'll see you in the next video